こんにちは、黒高です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、スローなテンポ、ゆっくりのテンポの、まあ、テンポ50とか60とかのテンポのドラムソロってどうしたらいいですかって質問があったので、これアップテンポと話が似てるので、一緒にまとめてやることにしました。それでは始めていきますね。まずテンポは相対的なものなので、ゆっくりのスローのとこだと、タッドーパー、スローね。でミディアムとタドーパパンパタドーパパンパ、要はワンツースリーフォーワン倍のテンポで感じでタドンタタンタンタドンというこの3種類、要はスローのテンポからミディアム引き上げてアップテンポだから元のテンポがどこかっていうことなんですよ。で今たまたまスローのテンポはこれだけど、例えばワンツースリーフォー1,2,3,4,1,2,3,4 4枚速いと思うかもしれないけど、タントンパファンポンパトントンパタンうん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 、こういう感じでシフトチェンジをする感じ、これがすごい大事なんですよ。だから基準がどこにいるかだけの話なんで、これ今60なんで、これ120の240っていうアップテンポなんですが、例えばこれがテンポが80ぐらいだったら、例えばまあダンステンポって言われるスロー、倍点は8の3倍の320なんですけど、320のテンポすごく速く感じがち。で、ワンツースリーフォー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 、ワンツー。このテンポだと別にそんなに速くないですね。だから、速いテンポの時は、この感じてる軸がこっちが強いだけで、こっちとこっちに行き来できないと、やっぱり演奏がすごい縮こまってしまう。で、この前僕もしくったんだけど、もうすっごいテンポの速い曲があって、で、アップテンポにとらわれすぎると、要は、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーってとらわれると、半分のテンポってすごく薄くなる。どっちかっていうと、なんかこうセンター、要はミディアムで、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、これで曲を捉える。今スローでやってたりとか、こうアップとミディアムとスローをいっぱい入れ替える、要はタトータトントンを、要はタトーパトン。一つずつのものをシフトチェンジすると、それを行ったり来たりするというのね。僕はレイヤーって言うんですけど、こうリズムの層って言うんだけど、基本的に3つあるんですよ。だから自分のパッて見てミディアムの曲の時にタラ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 タタラって考えてたら、その一つの曲をずっと流しながら自分がどっちにでもすぐシフトチェンジできるようにする。で例えばこれまあ203連って書いたんですけど、例えばタンタンタン、ワンツースリー、ワンツースリー、203連と3拍子みたいな感じね。だから間にある3拍子みたいな感じでシフトして、それをまるで一拍みたいに取ったりすると、まあどこが頭か分かんなくなるので、ものすごい上手い人たまにやるけど、というふうなこういうシフトチェンジレイヤーって3つは最低限なきゃいけなくて、でそっから203連とか一拍な、16分音符の3つ割りとか、そういうこうシフトチェンジがみんないっぱいできるんですよ。だから
急にシフトチェンジした感じにするっていうのがすごい大事で、そうすると別に速いテンポも遅いテンポあんま関係なくなるんですよ。なのである先輩の、サックスの人のバンドに行くとですね、飛び入りに来る若手がいると必ずですね、すごい飛び切りのスローか飛び切りのファーストをやらせるんですね。で、それができてるってことは、あ、ミディアムがちゃんとレイヤーが3つ使い分けてるんだなっていうふうに理解するんかなっていうふうに、そこまで考えてたのかどうかわかんないけど、スローかファーストをやらせるっていう感じだったんだけど、これはすごい大事なことだなとすごく思います。なので、ものすごくこの、なんていうの、一つのフレーズをタタンタタンタンを半分にしたり、それを倍にしたりみたいな。で、ただスタートしてる位置が違うだけで、どこにでも飛び乗れるようにしとく。だから、スローテンポでどうやってやればいいですか、倍点感じますかって、もちろん倍点も感じるし、2倍速を考えて、だから、テンポが60とかだったら、これはまあ今スイングでやってるけど、スイングじゃなくても一緒で、せーの、タタタタタタタ、トウバトウトウバタトウパパマンド真ん中。パパパポポポポ。というふうに、シフトチェンジ。これ大阪さんめちゃくちゃうまいんですよ。切り替えがすごい、裏側から変なとこからソンって切り替わるから、めちゃくちゃかっこいい。表からパッて切り替わっても今みたいにいいんですけど、拍の4拍目ぐらいから切り替わったりとか、小節の真ん中ぐらいから切り替わったりとかすると、すごくこうトリッキーに感じます。でもまあ、最初のうちはそんな難しいことはせずに、例えば8小節あるとすれば、最初の一つのモチーフを、まあ、倍にして切り替えて、で、4倍速にして、倍に戻したり、まあみたいな感じ、エリアで考えて、しばらくここからここまでの間はこのレイヤーで歌って、ここからこっちにスイッチして、みたいな形で考えると、そんなに逆に組み立て簡単になるし、これが上手くなると、ミディアムのドラムソロも、ミディアムのリズムのこの変形だけじゃなくて、こう、あっちこっちに行ったり来たりして、レイヤーを切り替えることができると、バッチシです。力が抜けて大きく音楽をね、なんかちょっと弾いて遠めて捉えてないと大きくも見えないし、こう結局速いテンポだからって速いテンポでこう見てしまうと、もう速いテンポから抜け出せなくなってしまうんですよ。そうすると速いテンポでのボキャブラリーの講習になるから、じゃなくて同じボキャブラリーをパッてこうシフトチェンジしたら、すごくいろんなことできるはずなのに、それが結構できなくなる。もうプロでやっててこんなキャリアがあっても、なんかいろんな要因がね、ちょっとモニターがちょっと聞こえにくかったり、いろんな要因があって、あれこの曲うまくいかねえと思った瞬間にもうこうなっちゃうんですよ。だからまあ、プロでもそうなるんで、まあ、皆さんなりますよね。だから、まあとはいえ練習するときはこのように、普段からこうメトロノームを出したりとか音源を出したときに、他の人が、スローのシフトレイヤーで歌ってても自分がミディアムのレイヤーで歌える、相手がミディアムのレイヤーで歌ってたら、アップのレイヤーとかスローのレイヤーで歌えるみたいなのを無理やりやって練習していくと、だんだんできるようになっていきます。だから相手の音源とかは全部ミディアムでやってるんだけど、自分だけスローに行ったりアップに行ったりしたりとか、2拍サレに行ったりして練習するっていうのはよくやりましたね。なのでそういう風に、だから他の楽器がね、メトロノームだとできるんだけど、音源だとできないっていう人は、一緒にメロディー歌いながらそれができるってことがすごい大事ですね。そういうのを練習していただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。